日本女子プロゴルフ協会の企画動画でアプローチナンバー1選手を選出。女子ゴルフはオフシーズンに突入。2022年も数多くのドラマ、ヒロインが誕生した。日本女子プロゴルフ協会は公式ツイッターで、トッププロが語るに1 0 2 2年のナンバー1企画の動画を公開。アプローチ部門では元世界ランク1位のシーン、ジエが選ばれているが、 その猿がアプローチナンバー1に選んだ日本人選手は誰だったのか。今季最終戦のリコーカップに出場した選手にインタビューを行い、各部門のナンバー1選手を選出する企画。最多の11強を終えてナンバー1に選ばれたのが真、自衛だった。どこからでもよる。打ち方も何種類もパターンがある。期待を裏切らないアプローチをしてくれるなどと。 他の選手から賞賛を集めていた。シン・ジエは世界ランク1位にも輝いたことがある名手。そんな彼女が選んだアプローチナンバー1選手は、腹入り花だった。アプローチは、もちろん正確性も大事ですけど、力がないとスピン量、コントロールができない。一緒に回った時に、しっかりしている時がよく見られた。うまかったです。同 YouTube チャンネルでは、 日本女子プロゴルフ協会の企画動画でアプローチナンバー1選手を選出。女子ゴルフはオフシーズンに突入。2022年も数多くのドラマ、ヒロインが誕生した。日本女子プロゴルフ協会は公式ツイッターで、トッププロが語るに2022年のナンバー1企画の動画を公開。アプローチ部門では元世界ランク1位のシーン、ジエが選ばれているが、 その猿がアプローチナンバー1に選んだ日本人選手は誰だったのか。今季最終戦のリコーカップに出場した選手にインタビューを行い、各部門のナンバー1選手を選出する企画。最多の11強を終えてナンバー1に選ばれたのが真、自衛だった。どこからでもよる。打ち方も何種類もパターンがある。期待を裏切らないアプローチをしてくれるなどと。 他の選手から賞賛を集めていた。シン・ジエは世界ランク1位にも輝いたことがある名手。そんな彼女が選んだアプローチナンバー1選手は、腹入り花だった。アプローチは、もちろん正確性も大事ですけど、力がないとスピン量、コントロールができない。一緒に回った時に、しっかりしている時がよく見られた。うまかったです。同、YouTube チャンネルでは、 ドライバー編なども公開されている。THANSWETAR 研修部。新女王誕生。ニュースター登場など今年も多いにはいた国内女子ツアー。その1年間をスタッツで振り返る。ボギーを打たない、安定感の指標とも言えるパーセーブ率の上位は、1位に年間女王の山下美優。2位に、さ賞金女王の稲見も値が付けるなど。 実力がしっかりと反映される並びになったと言える。そして3位には、先日まで来季の米国女子ツアー出場権を争う予選会を戦った西村稲が続いた。今季もその数値で出色なのはディフェンス面の硬さ。ダブルボギー率は1、その他リカバリー率で2位に入るなど、とにかく不要なスコアロスを避けてラウンドを進めていたことが伺える。その上で、 バーディ数も10位に1。攻守のバランスが高く、守るだけでなく爆発力にも期待できる戦いぶりは健在だった。前述した米洋戦会は24位タイという結果に、来季前半戦ほぼ全ての試合に出場することができる20位以内には2打足りず、ホールアウト後には涙も流した。ただ持ち前の安定感は、必ずや米国でも生きるはず。 なんとか少ないチャンスを、後半戦の出場権につなげたところだ。1位、山下美優。90.4835%。2位、稲七萌。90.2778%。3位、西村一二89.2125%。4位、吉田ロう八89.0681%。5位、小岩さくら。 87.9630%。6位、勝みなみ。87.8601%。7位、西郷真央。87.7345%。8位、藤田ゼロ87.6906%。9位、新、ゼロ87.6016%。10位、堀こと音。 87.4631%。新女王誕生。ニュースター登場など今年も多いにはいた国内女子ツアー。その1年間をスタッツで振り返る。絶対女王が屈辱の2位に甘んじることになった。ツアー本格参戦初年度の2019年から、2期連続でパーオン率1位に輝いていたいなも値だったが、V3 を逃した。 19年に記録した78.2079%はツアー歴代最高記録。そして、賞金女王を体感した20から21年シーズンも75.7688%で、タイトルを防衛した常に意識している目標は、前人未到のパーオン率80%オーバー。稲見本人にとっても、こだわりのある部分だ。今期も、最終戦。 日本女子プロゴルフ協会ツアーチャンピオンシップリコーカップ開幕までトップを走りながら、最後の最後に75.1543%に伸ばした新城。山下ミールに抜かれることに 75.、75.1389%だった稲美との差は、わずか0.015%だ。以前、この記録は私が塗り替え続けたいとも話していただけに、 来期は、剣道従来と行きたい。1位、山下美優75.1543%。2位、稲美萌。75.1389%。3位、岩井明愛。73.8519%。4位、竜律子。73.3549%。5位、伊、ミニョン。 73.0159%。6位、ホリコトオト。72.7139%。7位、レ・ソンウン。72.3457%。8位、ハライリハナ。72.2772% 72。9位、ゼロ一九72.0190%。10位、西郷真央。 71.3564%。新女王誕生。ニュースター登場など今年も多いにはいた国内女子ツアー。その1年間をスタッツで振り返る。史上最年少の21歳103日で女王体感を成し遂げた山下美優は、他にも多くの金字塔を打ち立てた。中でも大きなトピックになったのが、この平均ストロークだ。 69.9714で、日本勢として初の60代に到達。ツアー全体で見ても、2019年に69.9399を記録したし、g に続く史上二人目の快挙だった。今期最終戦、日本女子プロゴルフ協会ツアーチャンピオンシップリコーカップを70.0376で迎え、 4日間トータル12アンダー以上で達成という中、トータル15アンダーをマークし優勝。改めて勝負強さを見せつけた。ちなみにトータル19アンダー以上で、自衛王にいて歴代1位になれたが、ここには到達せず、再び来期以降、元世界1位超えに挑むことになる。1位、山下美優。69.9714。2位、 稲見もね、七70.3327。3位。吉田優里。70.3702。4位。西村ゆな。70.4655。5位。勝みなみ。70.5170 70。6位。菅沼な、七70.8115。7位。新、ジエ。70.8780。8位。上田桃子。 70.9228。9位、小岩井桜七70.9327。10位、西郷真央。70.9481。5日付の女子世界ランクが発表され。欧州ツアー、ISPS ハンダーオーストラリアオープンと同時開催された女子の党大会を制したアシュリー。部配が4ランク上げて24位。大会に2位に入ったシン 自衛が6ランク上げて63位となった。前週、1位に復帰したリディア、こう。